11月3日文化の日、時刻17時を過ぎました。サントンドライバーです。こんにちは、こんばんはですか。文化の日ということで、今日はアナログの日、アナログレコードの日ということでもあって、各地で、ね、レコードに関してのイベントが行われたそうです。ご自宅にこうレコードをお持ちの方などね、久しぶりにこう引っ張り出してお聞きになった方もいらっしゃるんではないでしょうか。昨日ちょうどライブスタートの1週間前ということで、夜の20時、夜8時に座席表が入った電子、チケットの発券が始まりました。で、毎年ね、この時期に、同時にこうトレード制度も始まるので、今日はこのまたトレード制度についてかいつまんでご説明していきたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。ライブが土曜日ということで、ちょうど1週間前のそのチケットの発券日の翌日、まあ今日の昼の12時から今回分ね、今年のそのトレードチケット、トレード制度が、スタートいたしました。で、ここでは公演日が土曜日の場合ということで、今年のツアーは、まあ、ほぼ土曜日日曜日の公演なので、ね、土曜日の公演の場合を例にとって、そのタイムスケジュールをご説明していきたいと思います。はい、こちらの画面をご覧ください。ね、トレード制度、昨日土曜日の夜8時、ね、こちらで、座席発券がスタート。で、チケットを所有されている方は、もうこの後のね、することというのは、同行される方がいらっしゃれば、同行者へ、ね、そのチケットを分配。あとは、ライブ QR のアプリ、ね、電子チケットのアプリで、顔写真の登録、ね、こちらがまだ見されていない方は今回から必須なので、必ずこの顔写真の登録もされてください。それと、当日指定された身分証明書とスマートね、そのスマートフォンがあれば、あとはライブ会場にスムーズに入ることができます。で、このトレード制度は。そのチケットを所有している方が何らかの、ね、理由によって、売りたいで、売りたい方がいる場合に、まあ、もちろん買いたい人が、そのシステムを使って買うことができるという、こういう、ね、とてもありがたいシステムとなっております。で、売りたい人買いたい人ともに、ね、今日の昼の12時からその受付がスタートされました。要はチケット発券日の翌日の昼12時からで、スケジュールとしてはライブ当日公演日の朝の10時まで、ね、この時間までこのトレードの制度の利用ができるということです。実質、間は約6日間となりますね、はい。で、まず売りたい方は、ね、このサイトに入って、売りたいチケット分をこう出品する形なんですけれども、例えば4枚とか所有される方でもし全部いけないという場合、ね、4枚一度に、このタイミングで4枚いっぺんに買う方というのはそうそうはいらっしゃらないので、ね、アドバイスとするならば、それを分配、それぞれ
分割して出品される。例えば2枚のペアに2枚2枚のペアにするとか、2枚と1枚1枚の、形3回出品するとか、そういう形で分割された方が、ね、手放す落札の率は早くなると思います。で、売りたい人のアドバイスは、ね、これでいいでしょうね。で、買いたい人、買いたい人は当然売る方がいなければ買うことができないので、ね、売りたい人がいて出品をされると、ね、12時昼のこの12時以降スタート時間の少しタイムラグがあってからですね、買うことができるようになっております。もちろん、ね、出品されていなければ買うことはできません、ね、その時間というのはどのタイミングで出品されるかというのはね、わからないので、運よくたまたま見かけた時に買える場合もありますし、ね、ずっと眺めていても人気公園だとなかなかその出品されないことというのは多々あります。で、これが、ね、ライブ当日の10時まで最終的に制度が利用できるということです。実際にね、インターネットで今この時間でアクセスしてみましょうか。ちょっとやってみますね。まず、まあ、検索サイト、ヤフーでも何でもいいんですけど、そこでチケットボードと入力。はい、入力しました。チケット売買ならチケジャム。ね、チケジャムで買ってはダメです。はい。で、チケットボード出てきました。こちらにアクセス。はい、そうすると今一番初めは三沢ジャパンドリームツアーというのが出てますけど、これを右にねスクロールするとすぐ隣に A ちゃんのファイトンツアーのねアイコンが出てきますんで、これをタップタップというのをタッチする。はい、です、出てきました。矢沢永吉のファイトンツアーのサイトですね。で、よくある質問はこちらと出てますので、それをこうスクロールしていくとすぐ、受付中のチケットというのが出てきます。で、一番初めに、ね、トレード制度がの、ね、枠というか欄がありますので、そちらの詳細をタップ。はい、入ります。はい、定価トレード、購入、出品とありますので、まあ、今回は購入、ね、する場合としてやってみます。購入の部分ね、こちらをタップ。で、ちょっとね、これなんか反応が鈍いみたいなので、もし進まない場合はこの購入を何度もタップしてみてください。強く押してみてください。2回とか連続で押すと、行きましたね。あ、行きました。はい。トレード制度のずっとこうスクロール下の方にスクロールしていきますと、チケット情報今出てるのが11月9日盛岡高屋アリーナと翌日の11月10日の同じ高屋アリーナ、現在、ね、受付しているのは土曜日11月9日だけなので、ここに今受付中という赤い文字が点としてます、翌日10日日曜日の分はまだ、トレード制度始まっていないので受付前となっています。で、9日の土曜日の、ね、チケットの方に入っていきます。こちら詳細をタップ、一番初めに SS 席トレード制度、ね、矢沢クラブ会員専用というのが出てきます。で、スクロールしていくと下に、今度は一般の方用の S 席、A 席、立ち見、車椅子席、トレード制度、先着受付中、あ、そうですね、となっています。はい、で、ここで、ね、これまで先行チケット、例えば安田クラブですとか、モバイルですとか、そういう形で、これまで何度もこう、先行というチケットの、受付がありましたけれども、
S 席に関しては、これ矢沢クラブで当選した方、モバイルで当選した方もね、くくりは一緒です。トレードの場合は S 席のね、に入るとね、どの選考で、当選したチケットなのか、ね、それがまあ出品されているのかわかりません。場合によっては矢沢クラブ枠で S 席を求め、ね、お買い求めになった方が何枚か手放す、こういうこともあります。ですからその点はね、 S 席は本当にもしかするといい良い席、ラッキー席が当たるということも多々あるということです。で、SS 席に関しては、これは矢沢クラブの会員の方のみということになります。はい。で、これからちょっと矢沢クラブ枠、SS 席が受付されているということなので、申し込みはこちら入っていきます。はい。まず、最初に、ね、チケットボードの ID とパスワード。を入れます。はい、入れました。はい。で、次に、今度、矢沢クラブ会員認証。はい。はい、矢沢クラブのね、会員番号とパスワード。これはもう手元に用意されていた方がいいですね。入ります。はい、ファイトオンエキシアザコンサートツアー2024の、チケットの注意事項、はい、これを確認して次へ、はい、次はコンサートにおける禁止事項、これが全部で10項目の確認があります。確認しました、確認しました、確認しましたで、ね、10個ですね。これに時間がかかるんですよね。これをやってる間に大体取られてしまうと他の方に。はい、行きました。現在枚数受け取り方法の選択、11月9日土曜日盛岡高屋アリーナ、はい、 SS 席、はい、あ、ちょっと今スクリーンショットしておきましょう。はい、もう一回ちょっとうまくいかなかったかな。はい、はい、今表示されているのが SS 席が1枚と SS 席2枚連番ですね。まあこれ実際に今この時点であるかどうかはこの後ね、支払い方法入力と、確認、一応クレジットカードでちょっと行ってみますね。で、確認する受け取り方法がライブ QR プラス、はい、で確認、 SS 席2枚、あー今これ買えますね。同行者の会員情報を入力してください。1人目の同行者のメールアドレスを打って誕生日を打たなければいけないので、2枚連番で SS 席を買いたい方はもうね、同行される方のこの情報、メールアドレスと誕生日を用意しておかなければ困りますね。いかないんです。はい、じゃあこれが例えば1枚であればもうすぐ、あとはクレジットカードの情報が、事前に登録されていればすぐ進んでいくと思いますね。なるほど。今そういうことで SS 席と1枚と、買えるんだ。1枚でちょっとやってみましたら、支払い方法クレジットで、受け取り方法がライブ QR プラスで、メールマガジンの設定がチェックされているのがあるんで、まあこれつけたままでも構いませんね。 A ちゃんへの情報とか、 A ちゃん情報以下の内容で申し込みますか、申し込むで押すとね、実際に購入
SS 席が購入できる状態に今なってるみたいですね。時刻17時27分の状況です。はい。ただね、この SS あのトレード制度で SS 席を申し込む際の留意点というのは、あくまでもこれトレード制度というのはその日の、ね、公演のチケットをすでに持っている方がアップグレードすることはできません。例えば SS 席をもうすでに、自分が権利持ってるですとか、分配されたチケットを持っているとか、そういう状況ですと、もうそのこの人はこのチケットをすでに持っているという情報が、ね、チケットボードに行っているので、ね、いざこの同じ日の SS 席を申し込もうとしても弾かれてしまいます。そのね、それ以降進みませんので、買うことができない。まあそこはね、もどかしいところではあるんですけども、あくまでもチケットをね、その日のチケットを持っていない人のための、ね、システムなので、アップグレードすることはできませんね。そのあたりは、ね、注意する必要があります。まあ、こういう形で、日曜日の公演であれば、ね、トレードのスタートは翌月曜日の1週間前の翌月曜日の12時からという形で、ね、この先ほどの表の、ね、1日ずれた形のタイムスケジュールとなります。そういうことで、ね、今年もそのトレード制度で、ね、かなりいい席を確保できる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ね、有効な、制度なので、ね、今年も利用されてみてはいいかと思います。はい。それと今日ね、午前中かな、ね、茨城県の MK さんからどうやらトランポが、外に出発したみたいです。多分何かこう、機材類をね、もう運びに、積み込みに行ったのかわかりませんけども、ね、1台、このツアートラックが、ね、会社から出発された部分をね、その動画をアップされていた、ね、方がいらっしゃいました。はい。情報ありがとうございました。ね、SNS でもう、拡散されてるかもしれませんね。はい。ご覧になった方も多数いらっしゃるかと思います。そういう形でもういよいよ、ね、もう今度の土曜日ですから、本当にいよいよ来たなという感じで、ね、おります。はい。今日はじゃあここまでということで、今日はね、トレード制度について、解説させていただきました。サントンドライバーでした。ありがとうございました。